将皇天皇は日本の第101代天皇。伊見縄美人、後見のる人氏。王永18年11月25日、新皇宣言を受ける。この3日後に11歳で元服し、果敢役は第4代将軍で内大臣の足利義持が務めた。王永19年8月29日に五小松天皇の上位を受けて即位する12月19日。 室町幕府の第三代将軍、足利義満とは、日の家を挟んで、外戚関係にあり、おばの日の行使は、義満の性質だった。関門日記によれば、第四代将軍、足利義持が、当初の弓名である御人の、御の字には、三に、弓があるのは、何があるとして、学院へに相談し、御と同音の、実るとすることにした。朝廷では、 五小松上皇が陰性を行っていたが、昇降天皇は生来病気がちであり、死死に恵まれなかった。欧二十九年三月下旬以降、天皇は体調を崩し、6月になると、ますます病気が進行し、医師も、さじを投げるほどであった。吉持は9月11日に、五小松上皇の代理として、伊勢神宮に参拝し、その回復を願っている。 12月、将校天皇の病は奇跡的に回復したが、上皇は天皇の後継者の不在を心配して、8月に吉持と戦闘古書で相談し、天皇の弟である小川宮を闘宮としていた。しかし、小川宮も将校天皇と同じように気候が多く、欧米30年2月には小川宮が、 天皇の飼育しか笑がっていた羊をひどく欲しがり、強引に譲り受けておきながら、即座に撲殺するという事件を起こすなど、兄弟仲も悪かった。さらに天皇は若く、まだ巫女に恵まれる、可能性もあったので、この後継者使命はかえって上皇と天皇の関係を、険悪にすることになった。永三十二年二月十六日、小川宮は創生し、後継者は再び不在となった。 さらに、昇降天皇は上皇に対する反発から退位を、くわだてるという行動に出ている。同年6月28日に、天皇は代理を出本しようとしたため、上皇の要請を受けた、吉持の仲介で遺留されている。天皇と上皇の確執を調停できるのは吉持以外に存在しなった。しかし、天皇は、若いとはいえ病弱で巫女の誕生は、絶望的であった。 このため、上皇、吉持共に、後継者を、寿明院東高権天皇流で、唯一の男児である伏見宮家の伏見宮貞房、新郎に求めていた。しかし、貞房は五は54歳の同年4月に、新郎宣言を受けたが、年齢的な問題があり、また、貞房を後継者にしようとしたことで、上皇、天皇間の確執が再燃したため、 三ヶ月後のうるう六月三日に佐田フは出家せざるを得なくなってしまった。七月二十五日、天皇は重病に倒れ、吉持や中山サダからが慌てて散大するほどだったという。七月二十九日には天皇も死を覚悟したのか、聖母の元子の陰号帝を行うよう直上を出している。しかし、吉持からこれを聞いた上皇は、卒辞であるとして、 難色を示して同意しなかった。この時は、吉持の説得で、元子には純三高宣言、三森門院の女院号が定められた。8月1日になると、昇降天皇は、重徳となり、母親の看病や吉持の散代を受けた。このため回復の見込みはないとして吉持は、葬儀の準備を始めていたほどであったが、8月2日になると天皇は解放に向かい、 8月5日には全開した。この時の病気は邪気だったという。天皇に見るべき実績がなく、さらに室町幕府の意向で大主改元が認められなかった。改元は16年目に実現するが、その3ヶ月後に崩御した。また、ご黄金流の断絶が確実となったことや、皇子の未定は正常不安に直結し、ご南朝勢力が後為奪還への動きを見せ始めた。 象徴元年7月6日、帰得に陥り、同月20日に28歳で崩御した。死後、三重帝にあたり、貞房の男子である、彦人王が、上皇の勇士となって即位し、御花園の天皇となった。上皇天皇は行場に問題が多く、五松上皇や足利義持をたびたび悩ませたと、伝わる。主なものでは、天皇は立ちや刀。 弓の扱いを好んでそれを持て遊ぶことに好例し、金の鞭で、謹慎や助官を打ち据えたため、その行情を聞いた吉持が、上皇に苦情をひさげしている。また、欧永25年7月に、天皇の長愛を受けた内氏が解任したのを、自分の子ではなく、貞房新皇の子だと騒いだため、上皇が吉持に密かに調査を依頼し、その結果吉持より事実無根として勝利。 されるなどしている。いずれにせよ、男子に恵まれなかった天皇は、ご公門流の断絶を重圧に感じていたらしく、それが、父御門との確執につながっていった。ご小松天皇の第一王子。母は、県大名古に日野司教の幼女、三則門院、藤原元子追号、商工院は、天武系の第四十八代。 聖徳天皇と天智系の第49代公認天皇の一字ずつを取ったものである。深草北陵陵は、宮内庁により、京都府京都市伏見区深草坊町にある深草北陵に事情されている。宮内庁上の形式は、法慶堂。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。